オットー・テオドール・フォンマントイフェルダンシャクは、プロイセン王国の保守派政治家。1850年から1858年まで、プロイセン王国首相を務めた、ブランデンブルク地方のリュッペンに生まれる。1819年からプフォルタの学校に通い、1824年から1827年まで、ハレ大学で法学と財政学を学んだ。 在学中はブルシェンシャフトに属した。1830年に死穂となる。1833年からルッカウ軍長に勤務し、1841年にケーニヒスベルク上級管理。1843年にシュテッティン副県令となった。1844年、当時総理大臣を務めていたプロイセン王子の財政顧問官に招聘された。1845年に 内務次官に就任。1847年の統一議会では、議会対策に才能を示し、官僚主義的な国家運営を主張して、立憲自由主義と激しく対立した。1848年11月、フリードリヒビルヘルム・ホンブランデンブルク伯爵の内閣に内務大臣として入閣。同年12月に発布されたプロイセン憲法に大きく関与した。 一方で憲法を停止する1850年1月の布告を定義し、議会を説得する役割を演じた。同年ブランデンブルク伯爵が死去した後、外相を代行に任命された。オルミュッツ協定を締結、ドイツ連邦議会を復活し、ヘッセン戦抵抗、ホルシュタイン、オーストリア帝国の復古主義に譲歩せざるを得なくなり、 強者は一歩引くものだという言葉で議会に充満した不満を説得した。1850年12月に正式に首相権外相に任命され、1856年のパリ講和会議に参加した。次第に保守反動化してゆき、それは1858年10月に摂政が置かれるまで続いた。1858年11月に内閣と共に更迭された。 その後は、ニーダーラウジッツ地方に所有するクロスセン荘園に陰性し、ゲルリッツ市議会議員に選出されたものの、特別な活動はしなかった。1864年からはプロイセン貴族院議員に選出されたが、以前と同様に反動主義の立場だった。1882年、クロスセンにある自身の荘園で死去した。1850年2月に、 ベルリン市名誉市民となり、クロイツベルク地区の通りにその名が冠された。また1869年6月には、ビルヘルムスハーフェンの南市に、ビルヘルム一世が参列して、マントイフェル通りの命名式が行われた。その通りにはマントイフェル広場もあった。またマントイフェルは、ダンツヒ、ブランデンブルクアンデアハーフェル、シュテッティン、そして、 ニーダーラウジッツ地方すべての都市の名誉市民とされた。ありがとうございます。